日本のですね、各地には豊かな景観ですとか、あるいは趣のある建物といった、そういった個性を持った町というものがあります。で、その個性というものをですね、地域の資産として地域の活性化ですとか、あるいは歴史や伝統文化の保存継承を図っていく、それがですね、歴史まちづくりという取り組みです。で、私たちはこの趣のある建物というものを訪ね歩いて、そこに関わる人々に聞き取りをしてきました。その中で、歴史まちづくりに取り組んでいる山形県の鶴岡市という町と出会いました。で、出会ったといってもですね、私にとっては実は再会で、この町を訪ねるのは15年ぶりぐらいのことでした。そして、思い出の中にある昔と変わらない場所、一方で変わった場所がある、それぞれが見えてきたんですね。そこで、この鶴岡市において進められている歴史まちづくりというものを、そこに暮らしている人々、中でも歴史ある建物と共に生きてきた人々の思いという視点から探ってみることにしました。はい、私はですね、専門は社会学なんですけれども、その社会学の中でもライフヒストリーとかオーラルヒストリーと呼ばれる分野を専門にしています。そしてフィールドワークに出かけて、そこではですね、訪れた建物の、構造の特徴とか、デザインの面白さ、そういったお話ももちろん伺うんですけれども、より大切にしてきたのは、建物と共に生きてこられた人々の記憶というものにしっかりと耳を傾けることでした。私たちが探求したいのは、あくまでも地域と建物と共に生きてこられた人々の思いというものであり、またその姿ということになります。私たちの探求というのはですね、一言で言えば出会いというものにつきます。その調査を通じて出会った人々の建物に対する思いというものは、訪ねていく前に想像していたよりもずっとずっと深くて、豊かなものでした。古い建物を維持し続ける人々にはですね、城下町の文化に対する気風や心意気といったものが受け継がれているように感じられます。それは鶴岡市においても、それから我々が今いる弘前市においても共通しているように思うんですね。また、建物や街並みというものを個人の思いだけで維持していくことの難しさ、困難さというものも見えてきました。その一方で、古い建物をリノベーションして思いを受け継ごうと頑張っている人々にも出会うことができました。そうして、様々な思いや記憶的価値というものを共有していくことの大切さ、あるいは必要性というものを強く強く感じるようになっていきました。歴史的な景観ですとか、古い建物を維持して活用していくという課題は、これはなかなかこう短期間で解決しうるものではないというふうに思っています。当然そのできることは限られてくるんですけれども、その中で私たちにできることとして、探求の成果を2冊の本にまとめていくことにしました。この本を作ることで、建物の記憶的価値というものをきちんと記録して、共有して、受け継いでいくということができるんじゃないかなというふうに考えたんですね。地域というのは様々な人々が形作るものですから、地域を探求することというのは私自身は人々を探求することと同じというふうに考えています。ただ人というのは100人いれば100通りの人生があります。いろいろなんですね。でそういう中で、たった一つの真理にたどり着くというのはなかなかこれは簡単なことではありません。でもだからこそ簡単に答えが見つからない、たった一つの正解を探すということではなくて、わからないことを探求していく、そこに面白さがあって、その中でちょっとでもこう分かった気になる、分かってきたように思えるときに喜びというものも等しようかなというふうに思います。だから正解を見つけることに探求のゴールがあるのではなくて、わからないことと真摯に向き合い続けるということにこそ探求していくことの意味、面白さ、喜びというものがあるんじゃないかなというふうに私は思っています。